はい、カパチブクロカッパ院長です。じゃあ、まず最初、この動画では、総裁選のお話を見ていきましょうかね。まずこのね、安倍前首相の派閥、細田派ですかね、の、まあなんか大規模造反が発生して、90名が、ね、高市さんじゃなくて河野さん支持に回ると。まあマスコミがね、妄想してます。じゃあ見なくていいかって言ったら、まあ、確かにそうなんですけど、ちょっとね見ていきましょうかね。安倍前首相は真っ青、チルドレン90人造反で総裁選高市氏支持まとまらずみたいな、自民党の1回から3回生議員が立ち上げた、党風一新の会が総裁選をめぐり、派閥一人の意思決定に猛反発、安倍政権下で当選してきた安倍チルドレンの反乱に生みの親は慌てているようだって言ってるんですよね。党風一新の会の呼びかけ人は70人に上ると、細田派16人、岸田派13人、麻生派と竹下派が各10人、二階派6人、石破派4人、石原派1人、無派閥10人、横断的な構成だ。で、驚くべきはその規模で、現在90人が入会、自民党衆議院議員のうち、3回生以下が126人だから7割以上の勢力を誇っていると。代表世話人を務めているのが最大派閥細田派に所属する、福田衆議院議員、まあおじいちゃんもお父さんもっていう、まあいや福田一家の人ですよね、うん、で、まあ、政治エリートって書かれてますけども、慶応法学部卒、アメリカジョンズ・ホプキンス大高等国際関係学研究所留学、三菱商事出身という経歴も手伝って、細田派清和会のプリンスとされていると、福田さんがね。で、10日行われたオンライン設立総会では、総裁選候補者と若手の意見交換の場を求める提言を採択。総会後、福田さんが派閥一人で総裁選の行方を決めないことはほぼ達成できたと胸を張ったと。で、中心に河野、カレー派閥って何ですかね。カレーライスのカレーが書いてあるんですけど。で、こうした若手の動きに真っ青なのが、総裁選で高市早苗さんを支持する安倍前首相だと言う。90人のうち多くが、河野さん支持に回ると見られていると。3回生以下は事実上安倍政権下で誕生した安倍チルドレン、安倍さんが推す高市さんに協力するのが筋といえば筋ですが、総裁選は来たる総選挙の顔を選ぶものなので、若手にとっては死活問題、勝てる顔を選ぶとなると高市さんでは…と二の足を踏むのは当然ですって言い切ってますけどね。岸田さんも河野さんに比べて人気が劣ると。で、若手は河野さんに乗るのが得策だと考えているでしょう。これ、ね、自民党関係者ね、まあトイレの掃除のおばさんかな。7年8ヶ月にわたった安倍政権の力の源泉は最大派閥を右向け右でコントロールできてきたことにあると。しかし今回の総裁選は高市支持ではまとまらず、出身派閥の細田派も自主投票になる可能性も浮上、そこに若手の造反となれば安倍氏が慌てるのもうなずける。妄想を膨らましてる感じかなこれ。もともと清和会、細田派自体が、設立者である、福田さんの流れを組む福田系と、かつて派閥会長を務めた安倍晋太郎さんの安倍系が混在している。福田さんの父安夫さんも安倍さんと親しかったとは見られていない。で、そのためではないでしょうか、党風一新の会の提言には安定政権が続く中で強引とも取られる政権運営や国民意識と乖離した言動や行動も散見されるなどと、わざわざ安倍政権を批判する内容を書いている。福田さんはむしろ、河野さんと近いのではないか。河野さんを中心に若手や中堅が集まる歌謡会に福田さんも参加していると言われていると。その会で一緒にカレーを食べて親睦を深めているようですと。弱っ、
その候補のカレー派閥か。でさっきの自民党関係者の人がね、そう言ってたんだって。で、安倍一強支配が崩れ始めているといいな、と、ヒュンダイが申しております。はい、以上、解散一気にもうなんか力抜けちゃいましたね。カレーで親睦深めてるとか言われてもな。もう完全に願望じゃないですか。ね。ソースがヒュンダイなんで。なんですかね、もうこれ、マスコミの人たちももうちょっと作戦練ろうよ。ね。関係者、ね、もうこれも別にあの政治に限らず全部ですけどね。やはりなんちゃら関係者、ね、なんとら界隈はさ、もうなんか当てにならないよ。1ミリも信用できねえだよ。これソース扱いするのも問題っていうレベルだよ、こんなのさ。まあだからね、例えばね、まあ現時点でソースは明かせない。ね、そう言い分もあるかもしんないよ。ね、それはいいんですけど、後で問題になった時公表できる状態にしておく必要は絶対ありますよね。うん。じゃないとさ、ね、もう嘘でたらめ、ね、出まかせなんてまだマイルドですよ。嘘でたらめやりたい放題になってしまっているでしょ、今は。ね、当然これ問題じゃないですか、間違いなく。だからまあ、公の場に保管できる法整備、ね、これは必要ですよね。うん、そう。だからこういう、例えばね、やっぱ重要なことじゃないですか。ね、いつどこで誰が何に対して何て言ったのかっていうね、匿名表記絶対ダメですよ、こういう重要な案件は特に。うん、だって情報源として信頼性ゼロじゃないですか、信憑性もゼロじゃないですか、ていうかもうマイナスでしょ、ね、だからマスコミがやっぱりゴミ扱いされるのはこういうところですよ。うん、まあだこういうのを鵜呑みにしちゃう人もね、実際いるわけですからね。うん、事実を事実としてありのままにが基本なんだからさ、うんっていうね、証明ができないんであれば、もうそれ全部嘘。ね。それだって勝手に想像したんでしょ、勝手な希望、願望言わないでくださいよ。って言われたらおしまいじゃないですか。ね。そんなもん垂れ流し続けていいわけがないんでね。うん。まあ、それはともかく、ね。まあ、この安倍さん、安倍派、96名、全員高市さんに入れると、まあ、当選になるんでしょ。まあ、よりにもよってね、なんでそれがね、まるっと河野さん支持に回るっていう、回ってほしい、ね、そう願ってる、まあ、そういう記事にしか見えないですよね。うん。まだね、岸田さんにね、46名、岸田派が46名でしたっけ、についた方がまだ現実的ですよね。うん。まあなんだろう、そもそもだってその90人のほとんどはね、細田派以外ってことでしょ。だって横にまたいでるね、超党派じゃないや、派閥をまたいで横断、そういうなんかね、集団だって記事で書いてあったじゃないですか。ってことは安倍さんに従うんだったら派閥政治ではないし、ね、安倍さんに従わなかったとしても造反にならないじゃないですか。なあ、もう結局この希望願望妄想を膨らましてね、ニヤニヤしながら書いてるからさ、自分が何書いてんのか分かってんの、あれこのやっぱり結局ね、いつもそうですけどね、あの国のあの人たちと全く一緒だよね。うん、自分で何言ってんのか、辻褄が合ってるのかどうかも分かってないし、書き上げた後でチェックもしねえだろ、これどう考えても。まあとりあえずヒュンダイなんで、だからまあ結局ね、高市さんをどんだけ恐れてるのかっていう、だからその裏付けにしかならないよね。うん、まあ作り話ね、を飛ばしてでもね、よっぽど高市さんだと都合が悪いってことだよね。うん、こんな嘘でたらめ垂れ流してでもなんかこう妨害するね、なかったことにしようなんて企んでるんだからさ、ね、いや河野さんだ、いや岸田さんじゃなく河野さんだ、いや高市でもなく河野さんだっていうことにしたいわけだよね。うん、だってもうこの関係者のところだけピックアップしてもさ、丸々ではないかね、丸々と言われているようだとか、そんなんばっかじゃん。ねえ。まあなんか、あれだよね。うん、所詮、なんか、そんなものか。こんなんだって当選した時のこの理由とか考えたってさ、ね、河野さんじゃ次は落選コース。ね、高市さんしかいないって、わかりそうなもんだけどもね。だから分かった上でそれじゃ面白くないもんだから、まあ自民党関係者を装った日刊ヒュンダイの安倍担当記者が作文してましたっていう、そういうことかな。全く価値がないですね。これでね、うん、商売成り立って飯食えてるっていうんだから、いい商売だよな、ほんと。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。